はい、皆さんこんにちは。ザン関西 A1 リーグ2023、後期ですね、第14試合をお届けします。はい、先ほどと、メンツ同じですね。ハルさん、グッさん、リュートンの、3人でお送りします。はい、では対局ルーム準備が整いましたら試合をお願いします。はい、イケメンタクですね。はい、ちーちゃわごさん、一人女の人いるけど美女美男宅ですね。ああ、なるほどね。はい、だからこれパパ活で稼いだチップをホストに貢ぐかどうかっていうそんな感じまたミリパパの悪口言ってます、はい、お、手かっこいいですね。綺麗なレアシャンテンです。いいですね。はい、ただこの宅ですね、今春さんがトップ取ってで、でもまあ全体的にね、みんなマイナス30近い、チップ状況なんで、うん、少ないところの取り合いですね。攻撃をかけた戦いになっております。もうちょっとでハルさんまた水面下に上がってきますよ。そうですね、さっきトップ取ったのが一個大きかったですね。はい、うん、若い男からもちゃんと持っていくっていう、ね、なるほどね、プロですね。いいつもしましたね、ハルさん。ワイヤマには全部取られるって言って悪いホストだ悪いホストですね。はい、これ世の中と一緒じゃないですか。一緒ですね。悪いホストとパパ活女子とパパ活親父ですよ。大体世の中この3つで成り立ってるんで社会の縮図です。はい、あ、ごっさん、いい形になりましたね。連続系できました。はい、ドラのチューンは誰も持ってない。はい、ハルさん、カンローソとスーチーピンのイーシャンテン、はい、3ピン切りましたね。お、これイスーチー、イスーチー、そうです。ちょっと考えてるな。悩むことなくリーチ。悩むことなくリーチ。うん、リュートンさんはちょっと押し返せるって格好じゃないが、現物もない。うーん、リャンピン一旦、リャンピン現物です。リャンピン一旦切って、ハルさんは割と押し返せそうな配置ですね。はい、ローソ入ると文句なく9素通りましたね。押し返せるんですが、先にまあただ親のリーチだからね。先にスッチーソー引いてきちゃいそうだな。ローソーないしな。積もりました。順当です。メンピン積も1、2。あ、メンピン積も1か。メンピン積も1。マンガンですね。はい、マンガンですね。6000点オール。まあ順当ですね。はい。はい。はい、グスさん1本罰見まして、ドラがウーソー。ドラがウーソー。あ、これも。おお、いいっすね。メンツは1個か。7789。ありがとう、これ。欲張りといつと花花。はい。あ、花々次第で結構。うん、ウーソーにくっつくかどうかな。現在ちゃんだけですね。ピンとか。ピンズ伸びてもいいけどね、本一で。どうだ。おっと、本一風ですね。うん、染めてもいいけど。でもウーソーがダブドラですよね。ああ、そっか。本一と半数一緒だ。はい。何本しましたね。なんちゃです。あらら、リャンピン下がった。お、これはメンツができてリャンシャンテン。お、ペーポン。ペーポン。どうなってもマンガンですね、これは。二つ泣いてリャンシャンテン。ハルさん重たいですね。うん。ゴスさん、そうそう、いいんじゃないですか。ウッサンは頭が欲しい状態ですね。うん、お、これでダブドラ切るか。ダブドラ切っていいシャンテン。ダブドラ切って本一だ。ほう、ガメましたな。はい、ガメましたね。はい、いい人が入りました。これいいシャンテン GCD ですね。はい、これチーピン引くからね。まあ、やり直せるよ今なら。リュートさんの仕掛け今2つ泣いてて、まあちょっと来てるかなと思うんですけど、まあなんかあのね、パーピン切る時の兆候とか、ドラドラか、ま、もうちょっといけそうって感じがするんですよ ね、はい、まあでもドラドラ万が一刺さったら怖いってことかな。うん、自己都合で切っていい気するけどな。そうですね、ハルさん、カンちゃんカンちゃんのいいシャンテン。まあ確かにウソを切ると皮弱くなりすぎるんですが、ここでウソですね。これはウソですね。ウソでしょ。はい、両冠両面シャンポンのいいシャンテンになります。さすがにスーピンがあと1。ハルさんはドラも形もないですが、なんとか食いついてますね。はい、あ、ポンで冠両面が入って冠両面、これかなり手配つけますね。冠両面がけど、ここに1枚、川に1枚。ちなみにこれ1スソー6キスソーって当たるんですか。ユートンさんに対して、ウーソー切った後にオーピンが
まあないことはないですね。ないことはない、はい、うん、全然ある、ある。ないとすればそのウーソマタギがまずない。これで6機層もない、まあ、ほぼピンズだな、ほぼピンズの1層かピンズって感じ。うん、1層あるもんな、1層、うん、これサブロース地層、あサブロー3層地層あたりがないのか。おお、ウーソ食い下げられました。テンパイ入るか。うん、グッサン追いついたら3層は切れるから。ホルサもなんとか。お、入りました。これで3層切って6球層は、6球層ペンローソンなんですね。薄いな、9層、9層3枚切れてるんですよ、はい、自分で1枚使ってるから取り玉ありそうですね。ローソンだけですが、リーチいきました。リーチいった、強気ですね、強気、はい、これどうですかリーチ。親だから、ね、おー、変化した。3ピン数ピン、まあ1ピン切りですかね、はい、1ピン切りでしょう。これ白ポッチ見えてるんで本当にペンローソン引きに行ってますね。ローソン2本あるんですね。うん、ピンズ掴んだ時怖いけど、やっぱグッサン強気だな。親だぞ、うん、さあそして強気の親と A ピン手出しに挟まれて、うん、ピンズ引いたら怖いけど、うん、あでもリュートンも3つ抜いてるからさ、掴んだら切るだけやもんね。確かに ローソン止まりようがないですもん ね、 ね、そこ見たら、はい、あ3ピン数ピン、3ピンなし、考えればいいか。3ピン数ピン、数ピン1個だけです、うん、そうだね、リュートンつもぎるもんな、ローソンなんか絶対多分ね、うん、お、来た。テンパイはしてないですね。してないですね、さっきまでだった、うん、3ピンがまだ1個あるのか。3ピン、スーピンと各1ですか。あ、ハルさんが、うん、リュートンのこの3ピン、スーピン、ハルさんがかなりの枚数で潰してますね。ローソが殺されました。スーソーも通ってないんですよ。いや何切ろうこれ、何切ろう。イソもね、危なく見えるんですよね。三蔵が2枚しか見えてなくて、はい、細い順目のね、シャンパンとかある。いや切るのないなこれ。スーピン危ない。パーピンがちょっとマシに見えるぐらい。パーピンかな、うん、ローソーは切れないな。ローソー切れない。スーソーパーピン、うん、消去法ですね。おすごい、うん、いやパーピンも全然当たるんですけど、まあまだマシぐらいの、うん、あ、おー、よく引いた。薄いとこです。ヤクヤク本一1、2、3、4、5、5、はい、突破9本、はい、3ピン積もったらトリプルだった、ね、そうですね、はい、トリトリついて、うん、はい、リュートンのバイマンツモで。リュートンいいね、流れました、はい、大学生か。ホストやるかな。で、できそうですよね、これぐらいのフェイスレベルあれば。岩田さんに聞いてみよう。リュートンいいじゃないですか。想像で振った振ったメンツじゃないな、あれあれ 花ですよ、花ですよ。あ、花か。あでもすごいですね、大学生でこうやってなんか配信対局、なんか最初出たら震えそうなもんですけどね、はい、確かに気も座ってるね、うん、Mリーガーになるかもしれない。いや、何か言ってください。あ、グッサンいいですね、リャンシャンテン、はい、ならないか。グッサン十分系のリャンシャンテンです。将来の鈴木優かもしれない。あ、花を抜いて、あ、このキューピンいいですね。あ、これチュンは泣きたい。ハルさんはいいシャンテン。チュンポンするとグッサンの3ピンが間に合わないかもしれないよ。あ、そうですね、ハルさんこれチュンポンって取りますよね。ここでリャンピンですね。伸ばすかも。イーマン、イーマン、イーマンを切った上でチュンはポンする感じですかね。そうですか、頭なくして。うん、いや、あ、でもそうだな、これどうするんだろう。あ、ポンしたか。あ、まあ、広くなりましたね。頭なくしてポンして。なんかこれ一緒だ。え、マジか。そう、え、僕リャンピンになりそうです。リャンピンから今感じ、その変化系、ポンポン取れる形で変化を目指す、はい、あ、これテンパイですね。あ、同じ感じ。リオテルもいいのを切る。なんでやろう。なんかダイレクトを見るか変化を見るかって感じですね。トンポン、トンのポンテンで数値。ちなみにリアンピンはどうなんですか。リアンピン泣かないか、さすがに。リャンピン泣く可能性もありますね。はい、あ、でも泣いてもな、はい、あ、サブローソね、4枚待ちが5枚待ちになるだけなんで。そうですね、だったら3面ちゃん変化残しておいた方がいいかもしれない。リャンソン引いたら椅子地層になるんで、そんなに強くないですもんね。一応グッサンの地層がね、ちょっと危ないかなぐらいなんですよね。リ
ユートンスチピマチ打ち替えて、まあこれ止まんないですね。ああこれカンチーソンに刺さればいいですね。まあ一応4切ってもよかった、4切ってもよかったね、まあ、そうですね、一応イーソーが取ってるんで、はい、受けに当たりやすいのはチーソーでした、うん、そうですね。リュウトンまだまだ不勉強か、はい、若さが出たな若さが出たな、ね、あお姉さんにやられましたね。1取ってる時の4と7は4の方が通るのよっていうね、そうですよね一つ思いましたね。いやまだまだ1年目ですから、はい、青さが出たな。あおっさんまた、わあいいですね、リャンシャンテン怒られそうなの。いやいやいいでしょ、ドラがリャンピン。まあでも今回避できた補充ですからね。はい、そうですね、はい、次はね解説陣は回避できましたね。はい、そうですね、はい、ちょっと両面テンパイでもったいなかったですね、うん、はい、確かにあそこスライドしといたら、はい、もう結構、ね、勝てそうですね、うん、しかも勝てそうだし、はい、なんなら親も続けられそうな、はい、まあ大丈夫、まだいる、はい、まだ未来があるからドラガリアンピン初のポン、初のポンで、あハルさんやっぱここヘッドレス系でも結構なってきますよ ね、ヘッドレス系打点があるっていうほどでもないね、花もないし、はい、うん、あんまり頭があるとかないとか気にしてなさそうですね。うーん、なんかワンスルーしても良さそうかなって僕は思いますけどね、はい、マスターこれどうします初は。いや泣かないです、うん、はい、マスター泣かないですね。俺も結構泣かないやりなんだよな、スーパーピン、はい、パス入りましたね、うん、スーピン急速がもちもちだったんですけどね、パス入りました。でも春さんは例によって聞こえないとはいうものの遠いですね、うん、進んだけど、聞こえないとしたらいい、ビーピン、そうだね、だから何もリーチとか入ってない時に切る牌を、うん、はい、そうですね、はい、を切ると、はい、じゃあドラも切るんですか、うん、リャンピンになりそうですね。今チーピン切っても別に、うん、リャンピンですね、リャンピン、はい、まっすぐですね、あチーピンと、これじゃあドラかぶせたら9ピン6ピン切っていくんですかね、うん、まあそういうことでしょう、うん、スーパーピンも別にいるんですけどね、スーパーピンいい街いる、これはリャンピン、二十歳ならリャンピン切りたいけど、うん、ドラで取ってないから、あーパーピンは行くんですね、まあ、パーピンはまあ、うん、あいやチーピン抜いた時点で、はい、もう行きは行かないかなと思ったんですけどね、あ、はい、テンパイ勝負で、あーなるほどなるほど、はい、まあまあと何千杯1枚だけだからかな、うんうん、まあ止まらなそうだなとは僕は思いますけどね、はい、なんかね降り切れる時しか降りないんですよあんまり春さん、はい、じゃあリャンピンから行くのかなと思いますけどね、はい、何入です、ね、はい、はい、富士山の番号でドラが9ピンです。シャーからうん白トイツ、あいいリャンピン入りましたね、おここもいいリャンス、ここもいいリャンス入って、はい、お皆さんツモがいい、ハルさんは本位付け牌、うん、グッサンだけど悪い、あまり染めないハルさんですが、ハル、うん、さんのトーンは高瀬なんですが染まれば、あこれで、キューピンドラ、でもキューピンから切るんでなんか何重ねてちょっと本位付とかはほんのりは見てますよね、うん、そうですね、はい、あ結構嬉しい頭ができました、上のピンズが綺麗に埋まるといい、おこれで何とりあえず何、はい、とりあえず何、はい、本当に自敗残してまでターツ払うっていうのはないね、はい、うん、9ピンといきます、それともピンが何で、まあ、9ピンですね、はい、うーん染めるか、ここで染めるか、リャンピン、いやこれ水槽、うん、いや、あ染めるんだ、いやこれね仕掛けれるんですよね、トーン泣けるようにしたんだね、はい、あ入ったカンパッソ即リーチいきましたね、はい、結構重たい手やったんですけどね、うん、はい、あ
まあピンズの変化見てるんで、そうですね、急走リャンピンか急走ですけど、リャンピンの選択です。なぜでしょうか。なんで端っこの9の方がいいんじゃない。その方がいいよね。そう、おお、やった、これめちゃくちゃ相撲良かった。リーソク相撲、リーソク相撲は白1個、5個か1個必要なし、マンガン、マンガン、急走とリャンピン、まあ確かにリャンピンの方は当たるパターンが多いですよね。はい、まあ、1個出てるからシャンポンには当たらない、うん、はい、リャンメンとカンちゃん、リュートン、もう少しずつやっぱ詰めていくところありますね。はい、まだ青いですか。うん、爪が甘いね。2、4、5、7、8 悪くない、リュートン、いいね、グッサンは君は強くなる爪が甘いあ、リュートン、リュートンってじゃあ大学生とか20歳ちょいってことですね。そうですね、22とか3とかってことですね。でしょうね、はい、だとしたら立派だよね、はい、まあ、ちょ相当ちゃんと打ってますよね。23の時もっとデタラメな範囲切ってなかったそれ間違いないそれはそう、本当にそう今の若い人ね、強くなるんですよ、早いからな。そうですよね、あのこういうのもあるからじゃない、うん、はい、あ、そうね、全員分見て勉強できるからさ、教材が多いですね、勉強のツールが多いですね。お、ハルさん、これ何スルーしたんですか。ですよね、次移りますね。ハルさん何スルーしてますよ、これ全然できそうってことかな。ね、あ、でもオーラスまだ親番あるもんな、うん、なんだろう、あれ、いいピン切りました、いいピン切りましたね。これリュウトンね、7じゃなくて9からの方が良かったんですけどね。うん、そうですね、はい、そうですね、リャンピン引いた時に残る方違いますね、はい、次のリュウトンの手、先にいいピン切ったんですが、リャンピン引いた時の形に差があるので9ピンの方がいいですね。まあペイでもいいしね、普通、うん、あ、これね、これチーソー置いとったら、うん、酸素が受けれるんですよ。そうですね、まあでも現状3ピン受けてるんでリーチ、グッサンチュン切り、あ、これで変化もあったか、あ、これはね、はい、ないんです、はい、何、うん、ペイシャンポン、ペイシャンポンね、ペイがグッサンがスモイって進むとね、そうですね、ペイはいいって、グッサン親番なんですよね。なんとなくね、やる気を感じないんですよね。白ポッチもあるし、ペイ切るなら今かな。ペイはドラですよ。いや、切らないか。ドラなんですけど、でもこれね、降りてもしょう。でもそれ切るともう、テンパイしたらペイ切るのかな、はい、ペン三蔵のイーペイコーとかがズバッと入ったら行くんかな。あ、入ったら行かなくてはしかたがない、ね、次のツモ当てるのマジうまい、ね、あ、すごい痛い、あ、でかいよ、これ倍分ぐらいなんですか。1、2、3、4、5、6ですね、はい、リーペイ6、はい、うん、まあ親番なんで、うん、ね、どうですか今の。なんならもうパーピンっていうか9ピン切るタイミングでペイ切ってもいいぐらいの手配ですよね、うん、そうですね、ハル、ね、さんのリーチの前にもペイ切ってるかもしれない、うん、E ピンの、あの E ピン切ったとこで、そうですね、はい、ペイ切ると、なるほど、でポンされて、うん、はい、それはありますね。やっぱね、ポンされるの嫌がって持ってるとロンされるんで、そうですね、なんかそのドラを泣かせたら当然まあやりにくくはなるんですけど、泣かせずに持ってると倍満になるんですよね、相手の、てか一巡立つごとに切りにくくなってくるんで、うん、ポンされる分にはなんか跳ね満が跳ね満ぐらいになってみたいな、あの泣かすものは泣かさないとね、うん、あの面前でとんでもない手を仕上げられてしますんでね、ほんと3個だったりしますからね、はい、はい、ドラがチーピンです。ポン、割と展望、ポンテンだ、ポンテン、割と展望状況丸いですね。カンパーピンテンパイ、カンパーピンテンパイで、こっちもイシャンテン、あ、もう出るよ、まだ飛んですか、まだ飛ん、まだ飛んだね、はい、先だかって先、でもすぐ決着しそうですねもうこれ時間の問題です。でもまだ4000点なんで、なんなら今打った方がいい、あ、確かにね、うん、今打った、ね、今打てはまだ今打つ、今打ていや、まだ薄範囲ではないですね、はい、まだ強さとかもあります。これ5のスライドとかしたらもうすぐ漫画ですから、はい、まだ4000点、あ、ここで、あ、ここで強さ、強さ、普通はでも先切りました、ね、はい、これ先切りぐらいで打っちゃったね、はい、先切りが当たってるケース。でもこれはいいよ、あの、まあ、4000点は腹痛から、腹も5もあるからね、親蹴られるのは痛いけれども、
サウロス。ハルさんの親番でドラが9万。さあ、おいいんじゃない白。これすごいですね。ああ、チョンチョンが9万か。を抜いて上がりトップですよ。本当だね。はい、ドラうわすごいね。5万点、5万1000点、4万9000点。こんなことあるんですね。めちゃくちゃ丸いですね。はい、白は間違いなくポンだと。ただ上がるだけならいいハイパーじゃない。これ苦しいな。アゴスさん苦しい。あ、ハルさん。ハルさん9万ポンとかする？シャアは。役割じゃないですか。役割です。ユートンね。シャアです、はい、うん、シャアは、そうか、はい、シャア役割か、どれだけ深いかですね。グッサンがシャアすぐ切ってくれそ う、 そう、ね、これさ、ハルさんただ上がりたいだけだからさ、はい、9万からポンとかある、どう、ハルさんで囲っちゃう、どう、ポンする、しない、しない、あんまりしないですね、うん、あ、でも別に泣くのも全なくはないですよね、はい、あ、ポン2枚目はするだろう、あ、しました、2枚目しました、で、リャンピン入り、はい、でこれどうするかな、白泣けないと、うん、バック仕掛けとしてももう周り止まらないですからね。そうですよね、みんな上がりトップだからさ、はい、うん、止まった人が負けって感じです。止まったらラストだもんね、はい、あとは白がシャーポンですね、シャーポンだ、はい、シャー泣けた、でかい、これリュートン一歩前進、あ、リュートンどうですか、この急走は少し狭く受けてますけれども、あー、急走引いた時ロスがありますよ。そうですね、はい、そうだね、あれ、このイーソは、あー、この急走もそうですね、そうだね、はい、まだ青い、まだ青いな、はい、でもこれ、ハルさんの白、はい、いつ出てくるかだね、今のイーソギリ、まあ、止められる範囲じゃないんで、いつ、ね、周りが引いて白さえなければもうね、うん、てか当たりになっちゃいますよ、チーピン入れられたら、あー、リュートン痛い、そうですね、この急走ポンしてテンパイでしたね。さて、ここで何人切るか、スピード勝負、チーピンかな、形ならチーピンです、はい、まあ展望何点でもいいんで、上がりが、はい、なんかくっつけていく、え、急走が3つ出てるから、なるほど、3つですね、急走が、そうですね、上で3枚見えてますね、はい、これリュートン本日いらないですね、素直にチーピンかなと思ったんですけど、思いました、はい、はい、いやー、どうなの、おお、はい、これがどう出るか、関数ピンリーチ、ね、あ、でも結構チーピンならまだノーテンでしたね、結構特殊だな、うん、紛れてる感じありますね、リュートンの急走がな、ちょっと痛いな、やっぱり痛いですね、あれポンテンでイースチーピンでしたね、しかもね、このリーチ打たれてもキルのない、リュートンね、一応1000点上回ってるので、三蔵か、結構危ないところですが、ど、まっすぐだね、うん、はい、上がりにくいんだったらなんか3ピン4ピンなのかなって思ったんですけど、どうですか、あ、これで追いつきました、これで勝負ですね、リーソンもね、当然ですから、もうすごい、イースピン、イースピン対カンスーピン、いったね、イーピンの方が1個多いですが、グッサンはカンできます、うん、今イースチーピンが当たりになってますね、ああああああ、んこれはそのままイースピン、ハルさんが、あ、ハルさんごめんなさい、入ってないですね、ハルさん白、ハルさん白がね、深いんだわ、でも白出てきたら追いつきますよ、白出たら現物のロースを切って缶チーピン、はい、チューン、いや白深いな、深い、まあそんなことしてる間にスピンの方先めくれちゃいますね、ああ、相撲切り、はい、積もった、積もった、あ、これ親かぶりでハルさんラストだ、ああ、はい、いてー、そうですね、はい、14回戦でした、うん、まあ結果的にリュートンさんが何回も上がってるような感じでしたね、そうですね、はい、間に合わなかったし、関数ピンもちょっと弱かったし、はい、感じで、はい、うん、リュートンすごくいいんですけど、ちょっとまだ青いですね、いいじゃんその青さがああいうね、あのスピード勝負の時の、5球自敗ぐらいの時はやっぱりもうマックススピードで、うん、いきたいと、展望的な何体上がってもいい状況だったんでね、急走かぶせてもできればなお良かったかなと思います、うん、はい、では14回戦の模様をお届けしました、はい、次回の残力もお楽しみに、楽しみに。